荷物が来ましたので開けてみたいと思います。はるちゃん、おはよう。これから荷物開けますよ。小島ひろこさんのね。これはまたね、すごいのが来たよ。ありがとうございます、小島ひろこさん。ほら、かわいい指先も色違い、この間ピンクでしょ、この白いの、いいね。あとこんなかわいいボールペン、かわいい、りんちゃん、ありがとうございます。あと村上ちゃん、この間清原さん、あ、今日も行ってるっつったかな、村上にね、行ってるんだよ。村上鮭が有名だけど、え、お茶も美味しいんだね。あー、生茶だって、楽しみ。これほら、あのお風呂で使うんですよ私、あのこういうのちょっと入れると気分もいいし温まるじゃない。これはね、そんなに使ったことない。ありがとうございます、いろいろね、考えてくださって嬉しい。日本海の塩、お塩ね、お塩美味しい、美味しいお塩大好きだから。ここに国の名勝、天然記念物なの、笹川流れの海水にメキシコの天日塩を溶かして原料としてるだって。ああ、それは美味しそう、ありがとうございます、嬉しい。ほら、ホットで、メロンと青リンゴとカルピス、嬉しい。ありがとう。これこれ、缶釣りよ、新潟は缶釣りよ。でもないからな、今妙高で作ってるんだよ、ほら、すごい、ありがとうございます。なんか懐かしい、新潟のね、上越でもよく使ってますよこれ、あ、これあれ、え、そうなの、まあありがとうございます。あ、お気遣いを、本当に、お手紙ね、お手紙もあるよ、で、お手紙ね、デコさんへ、いつも楽しい動画やライブありがとうございます。いやいや、もう小島ひろこさんはじめ皆さんに助けられてますよ、ありがとう、こちらこそ。ね、この数ヶ月いろいろ大変だったねって、もうねぎらってくださってる。でもね、あの悲しい思いやっぱりしたけど、負けないでね、応援してくれてるって嬉しい、本当にありがとうございます。寒くなってきたので温泉気分のお風呂で温まって、これね、風邪ひかないでねって、ありがとう。スパチャもね、こうくださって、あのコンビニやドラッグストアで使えるもの、ありがとうございます、本当に感謝です。ラルちゃんをチクチクして作ってる時は、頭の中でずっとありのままの姿見せるなよってこのマンフレーズだけを歌いながら作ってます。これかな、これかな、ちょっとすごい、さっきからもうすっごい気になってるんだけど、これこれもねえ、ありがとう、小島ひろこさん、お手紙嬉しい、ありがとう、本当にありがとうございます。ほら、安田牛乳って、安田牛乳、新潟の牧場、美味しいんだよね、ルレクチェも有名なんだね。 ありがとうございます、美味しそう。いや、これ気になってたやつ、これまずこっちで、じゃじゃじゃーん、すごい、リアルだ、リアルだ、リアル、リアルラルちゃんだ、すごい。あ、もう本当にリアルラルちゃんだ。そう、ちょっと長いんだよ顔が、で目がこんなだもん、ちょっとほら情けない感じの、ごめん、情けないって言って、目がちょっと垂れ目な感じのね、ほら、ラルちゃん似てるでしょ、そっくり。お尻もほら、お尻もラルちゃんのお尻だ。あ、このまま行ったら、あ、ラルフって言いそう。ちょっとちょっと、ラルちゃん、ちょっとラルちゃん、そっくりさんがいたよ、ほら見て見て、対面、ほら対面、わー、すごいね、ラルちゃん、嬉しいね、嬉
嬉しいね、ラルちゃん。ほら、対面。ラルフだよ。嬉しい、お母さん。色の複雑な、こう、色も。どうしてこんな器用なことどうできるの？並んでみて。そっくりー。ラルフ、こっち見て。ラルフ、開けないで、開けないでよ。ほら、ラルフ見て。こっち見て。こっち見てよ。お、そう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 。そっくりだ。ラルちゃん、よかった。嬉しい、お母さん。ありがとうございます。すごいね。器用だね。芸術家だよ。いや、こっちだよ。なになに、悪気はないんだ。池を狙ってしまったんだ、足。足、なに、足。まだ見てないよ。これだ、これだ、これ。あー、カオリンちゃんが。おいら、カオリンってあるもん。手作りなの？そう、驚いています。ラルフ。ラルフ。いやー、上手。すごい、この毛質がすごくない？そう、もうすっごいリアルでしょ。かわいい。うん、かわいいの。胴の長さも完璧じゃん。完璧。で、ちょっとあの垂れ目な感じも。かわいい。このまんまだね。ね、別に人形作家の方じゃないの。へえ、どうやって作ってんだろう、ね、え、フェルトなのかな。フェルト、ね、あともチクチクしてたって。うーん、すごい。器用だよね。できる人ってすごいな。これこれこれはカオリンちゃんっていうね、うん、こういう格好して写真撮ってくれたのを再現して。うん、へえ。おしゃれ。おしゃれ。T シャツまでリアルじゃん。すごい。そうなんだよ。そうなんだよ。すごくないこれ。うん。もうびっくりだ。バッグも本当にこういうバッグをね、買って。うん、細かい。今言われて初めて。スニーカーもこれ作ったの？これは売ってないよね。売ってんのかな？売ってんのかな？わからない。はぁ、すごい。聞いてみる。うん。本当にそっか、こういう格好してたのよ、ロックな感じで。へえ、うん。ズボンもなんか見た気がする、私。YouTube で見た気がする。うん、そうそう。すごーい、小島ひろこさんありがとう。ありがとうねー。すごい。